てるユニティやねんっていうですね冷静なツッコミはあると思うんですけども、ユニティの話をしようと思います。ウェブプログラマーとユニティに持っていたいで、話させていただきます。まず自己紹介ですが、Y&という名前でやっておりまして、PHP でいろいろオープンソース活動ですね、勉強会やったりとか、カンファレンスの裏方をやってみたりだとか、トラブルシューティングしてみたりとかやってます。アプリはですね、アプリは久しく書いてないですね。2年ぐらい前に、Facebook 使った e コマースサイトの開発プロジェクトをやって以来は、そうですね、検証スクリプトとかも書いてますね。キャンディーケーンは最近サボってますね。でも、チケットさばいたり、プルリク受け入れたりはしてます。で、あとそうですね、セレニウムで PHP のテスト流すっていうのは結構やってて、で、今年そのネタで、来月大阪で話して、8月にスペイン行って話して、同じ週にニュージーランドでまた話すっていうことになってるので、いや、ちょっと身の危険を感じるんですよ。だってさ、F1 ドライバーとかサッカー選手だって、スペインからニュージーランドで同じ州に行って、本番やらないですよ。大丈夫かなってすごいちょっと思ってます。あと本をずっと書いてて、1年がかりぐらいでこのシェフ実践入門というのが出ましてですね、なんと発売翌日に重版がかかるという初めての経験をしましてですね、これあれなんですよ、有名な人が一緒に協調にいると本が売れるらしいっていうちょっとわかりました。はい、そんな感じでやってます。で、エンジアンドっていう、こちらの会社で働いてまして、今日ポストカードをお配りしてますけど、PHP の、そうですね、アプリを動かす環境とかをやっております。某アイドルグループのサイトなんかもやっていたりしてですね、怖いなと思いました。あ、出たよ、NHK のニュースにみたいな。何事も起きなかったんですけど、おっと思いました。で、なんでユニティの話するのって話です。なんでユニティの話するのかっていうと、最近ですね、夜なべしてですね、ずっとユニティやってます。で、ノートって会社のブログに書くわけにもなかなかいかないので、ノートっていう割と最近なんか流行っているらしいなんかブログサービスみたいなのがあって、そこで書いててですね、なんか岡山城でザクに向かってカプセルをぶん投げるとか作って書いたら、岡山県の地元のローカルアイドルで備前おさふね、ミス備前お、ミス備前焼きみたいな人になんかいいねされたりしてます。で、趣味はテトリスです。かっこ作り、テトリスをこう自分で作って、で、それをオキラスリフトっていう 3D で見えるやつで覗くテトリス作ったりとか、そんな感じで、すげえやってます。間違いなく最近一番書いてることでユニティですね。一番書いてます。で、今日やる内容なんですけど、今日は前提条件のところと、ユニティやったことない人ほとんどと思うので概要と、あとは最初に始めるのはこの辺気になるよねっていうところを、紹介していきたいと思います。で、まず前提条件なんですけど、前提条件ですね、ユニティの入門書とか見ると結構わかるんですけど、変数とはとかにページ数割いてほしくないじゃないですか。でも、デザイナーの人とか、本当に初心者の人がまず最初に触るのかっていうのはだったらしょうがないんですけど、僕らはそうではないはずなので、例えば if 文っていうのはこう書きますとかっていうのはもう普通に書きこなせるっていう人前提です。で、ただユニティは触ったこともなくて、で、iOS とか Android のネイティブもやったことないような人、それがここでいうウェブプログラマーの定義というふうになります。で、ちなみにユニティ触ったことある人どれくらいいます？いて2、3人かなと、そんなもんですよね。そんなもんですかね。はい、でもすぐできます。すぐできるんで、お見せしたいと思います。で、まず概要なんですけど、ウェブサイトを見たら分かることがいろいろあるんですが、ユニティはですね、ユニティジャパンっていう日本法人が立っていて、日本向けにマーケティングとかセールスとかサポートやってますんで、コンテンツはすごく多いです。で、ユナイトっていうユニティのカンファレンスなんかも日本でも何年もやっていて、参加チケットが、確か2万円とか1万円とかするんですけど、それでも千何百人集まるっていうすごいイベントをやってます。で、ユニティの5っていうのがもうすぐ出る予定です。で、ユニティの特徴いろいろあるんですけど、ウェブサイトに書いてあるんで、ウェブサイト見るとふわっとわかるんです。
で特徴、ちょっと抽出します。まず、Unity といえば 2D もできるんですけど 3D にすごく強くて、まあ、ゲームエンジンです。で、まあ、最近最も有名なあの事例ページ見ると一番に書いてあるんですけど、スマートフォン用のドラクエ8が出たと思いますけど、あれが Unity でできてるんですよ。元プレステ2のゲームですから、それを移植できるってどういうこっちゃって話で、でしかも開発期間もそんな長くなくて、すごいんですよ。ウェブサイトにその時の講演のデータが載ってるんですけど、コードをですねツール作って自動で元の C プラで書かれてるやつを C シャープに変換して、でなんか、まあ、数名とかで、なおかつなんかそんな2年3年とかじゃなくて、かなり短いスパンでやったっていう、それぐらい、もう何でもできちゃいます。でスクリプト自体は、まあ、C シャープと JS で一応書けるということになっていて、それで書きさえすれば、パソコン用のものもビルドできるし、スマートフォン用のネイティブアプリ、まあ、例えばドラクエ8とかもそうですけどもビルドできるし、あとコンソールって書いてありますけど、Xbox とか Wii とかプレイステーションとかそういったもの向けのアプリケーションもビルドできるんですね。で普通例えば iOS 用のアプリケーションを作ろうと思ったら Objective-C でやらなきゃいけないとか、結構そのこの言語で書かないといけないという縛りが結構あると思うんですけど、 Unity はその問題を全部解決してくれて、C シャープで書けばどこでも動きますよみたいな形になってます。であとアセットストアっていうのは、まあ、これものすごくて、これは本当に、まあ、PHP とか Ruby とか他の言語のエコシステムと比べるとものすごく進化しているので、ここもちょっとぜひ紹介したいと思います。でまず内部構造なんですけど、 Unity の内部構造、まあ、これ Unity をある程度継続的に見てる人しか知らないところだと思うんですが、 Unity の内部はモノエンジンっていうエンジンを使ってます。モノエンジン知ってる人、多分その辺の人が知ってると思ったんですよ。モノエンジンっていうのはですね、これは、C シャープなんですよ。 C シャープってマイクロソフト の、まあ、プラットフォームなので、まあ、ビジュアルスタジオとか使わないとコンパイルできないじゃんというのが前提条件だったんですが、実はオープンソースで C シャープをビルドできるものプロジェクトがあるんですね。でそれがモノエンジンというものです。で Unity は、この内部で使ってまして、C シャープで書いたものを、Windows 向けにビルドするだけでなく、他のプラットフォーム向けにもビルドできるというそういうふうな形になってます。で、Unity によく JavaScript も書けるっていうふうに言われるんですけど、 JavaScript も結局のところ C シャープに変換してからビルドしてるみたいな感じなので、そんなに JavaScript ではありません。一部ではこれを JavaScript と呼ぶなっていうことで熱い論戦が繰り広げられていますので、皆さんくれぐれもですね、 Unity は JavaScript で書けるらしいよっていうのをあまり吹聴しない方がいいかもしれない。なんでかっていうと、今説明しました通り C シャープに1回変換してから実行されるみたいなイメージです。ということはJQuery とか使えないんですよ。純粋に文法としての JavaScript にしかも似ているっていうルールなんですね。なので多分 JavaScript じゃないと思う。なのでそこら辺は気をつけてください。でただ、そのモノエンジンでビルドする仕組みのおかげでですね、バイナリーが作られて実行時はネイティブで実行されます。まあ、なのでいわゆるウェブビュー系のファンギャップとか、あるいは側アプリみたいな動きのものだったりとか、あるいはそのタイタニウムみたいにコードトランスレーションして実行するタイプのものとかいろいろあったと思います。マルチプラットフォームもあると思うんですが、本当にバイナリーが作られて直動くということでパフォーマンスがすごく出ると、まあ、なのでドラクエも動くということなんですね。まあ、なのでこれまで作られてきたそのいわゆるマルチプラットフォーム系の中でも特に優れています。でどんどん広がってるわけですね。で Unity スクリプト、まあこれで通称 Unity スクリプトって言います。JavaScript と言わず Unity スクリプトと言いましょうみたいな向きもあってですね、まあ、Unity で使われる JavaScript のことを、まあ、Unity スクリプトって呼びます。で、先ほども繰り返しになりますが、例えば jQuery とか使えないよとか、あとね型があるとかね、型があるんですよ。 int とか boolean とか書くんですよ、 JavaScript なのにね。それ JavaScript じゃねえだろって。いや一応型書かなくてもなんかゲスしてくれるんですけど、結局書くことになります。でさらに Unity 5からはですね、WebGL に対応するというですねことになってまして、これがまたえらい変態です。
ちょっと大きくしますが、従来の流れだと C シャープで書いたものが、モノエンジンでビルドされた IL っていうですね C シャープのバイナリーになって、でそいつをまあうまいこと実行するのが Unity エンジンだったわけですが、Unity 5からですねこの IL っていうですね C シャープのバイナリーをですね C++ に変換するですね、これまたあの変態チックの IL2CPP っていうプロジェクトがあって、これで C++ に変換するんですね。でそしたらこの C プラに変換したものをさらに、C ランってこの LLVM っていう、いろんな言語に対応しているコンパイラーってやつで、今もう MacOS とかにも入ってるやつなんですけど、これでさらに C ランでコンパイルするんですよ。でそしたらその後 Encryption っていうのとあとは ASMJS とか使って JavaScript に変換して、でその JavaScript をさらに、難読化して圧縮された JavaScript ファイルを使ってブラウザーに食わすと、なんと C シャープで書いたソースがブラウザー上に本当にそんなの動くのみたいな話なんですけど、動くんですよ本当びっくりで、でしかもそれで動いてるそのゲームっていうのがあのそのもうえらいですねガチなやつで、デッドトリガー2っていうのがそのちょっとまあこの場でプレイしたかったんですが意外とあれなんでありますけど、こういうもう普通にその Xbox のプレステみたいなゲームがブラウザ上で JavaScript で動くんですよ。気持ち悪っていうね。でもこれ本当に動くんですよ。やってみたら分かります。 でこれをそのですね動かしている過程がですねすごく面白いんですね。これのないとじゃちょっと手際が悪くて申し訳ないんですが、この資料は絶対見せたかったんで意地でも見せます。ほんと気持ち悪いからびっくりするよですね、これですね、でその WebGL 使って動かすときのソースコードの流れがあの発表されて、もうこれもうどっかんどっかん受けてまして会場でもでどういうことかっていうと、まあ、テクノまずこれ C シャープのソースコードなんですよ。 C シャープで書かれたソースコードをまず、IL っていうのに変換するんですね。まあもう、まあ、中間言語みたいなやつなんでもうすでに可読性ないんですよ。でこれをさらにIL2CPP でこれ C プラに変換されました、はい、でももう関数名とかさフィールド名とかもすごいんですよ。機械変換されてるからもう読めない。でこれをさらに、C ランで LLVM のバイトコードにして、もうこれもまあもう今読めないですね。でこれに変換したことで JavaScript になりましたすごいよね。関数名とかすごくて、でこれを最後難読化して、これが最終的にブラウザーに渡るんです。多分皆さんが考えてる JavaScript で動くっていうのはこういうことじゃないって言うんですよでも動くんですね。で僕は本当にこれで衝撃を受けまして、というのもなんかそのいわゆるコードトランスレーションってこう LT とかでなんかネタで話すなんか PHP でほにゃほにゃできましたみたいなネタだと思ってたんですよ。でももう普通に製品として出てくるもので、実際にそのプロダクションレベルのものがこの流れで作れちゃうんですね。でしかもこれ途中で LLVM 通ってるんで、ここでは JavaScript に行ってますけど、例えばその PHP で書いたそのビジネスロジックを Ruby に持っていくとか、あのそういうその変換とかもいろいろできるはずで、実際今 HipHop とかその PHP もその PHP のまま実行しないで C プラに変換したりとか、あとそのハックラングっていうあのなんか要するに Unity スクリプトとかと同じ匂いを感じますけど、なんか型に厳しい PHP みたいな、お前それ本当に PHP かみたいなのが書けるみたいなのがちょっと時代の流れとしてあって、ちょっとこの分野は伸びそうな気がします。で詳細は見てください。はい。でまあそんなわけで、まあ、Unity っていうのはなんかどこでも動くしすげえハイパフォーマンスで動くというそういうプラットフォームで、でその実際使うとき
まず Unity Editor っていう、エディターを必ず使うことになります。で、まあ、いわゆる 3D ソフトって僕もそうだったんですけど、触ったことない人はすげえ抵抗があると思うんですけど、あの実際使ってみると、あのまあパワーポイントちょっと難しいぐらいです本当です本当です。あのなんでちょっと見方をご説明します。まず、画面なんですけど、この左のところはシーンビューっていうところで、オブジェクトを動かしたりできるところです。こう左に持ってきたりとか右に持ってきたりとかやるところで、左下がゲームビューってやつで、まあ、プレビューですね。実行時のプレビューができるところがあります。まあ、で配置自体は自分で後で変えられるんですけど、まあ、これは 2x3 とかっていうデフォルトの配置の例です。であとハイラルキーっていうのがあって、これはその今シーンに配置されているオブジェクトが全部リストでされてて、このリストからポチッと選択するとシーンの中のオブジェクトを選択したりできます。 3D だとさ、重なっているオブジェクトの後ろっかい選択するとかすげえ難しいので、このハイラルキーから選択したりっていうのがよくやります。で下にあるプロジェクトビューっていうのは、まあ、読み込んだ音声ファイルとか画像とか 3D データとかファイルが見えるところです。まあファイルですね。で右側はインスペクターってやつで、まあ、これ本当にキーノートとかパワポとかにあるのと同じで、なんかオブジェクト選択してなんかするとそのフォントサイズがどんぐらいだとか色がとか出るじゃないですか。まあ、そういうのが、出るところです。で基本的な流れは、まあ、シーンに物を配置して移動したりしてゲームビューでプレビューして、でインスペクターで、調整してみたいな感じになります。でちょっとちらっとお見せしますが、先にちょっとスライド流しちゃおうか。で、いくつか詰まるところ、最初詰まるのが、回転ツールと移動ツールと拡大ツールみたいなのがあってですね、これ今自分がどれを選んでるのかっていうのでマウスドラクションの挙動が変わります。でこれはちょっと覚えるしかないのと、あとキーボードのオルトキー押しながらドラッグするとか、ちょっとショートカットキーみたいなのがあって、これは覚えないと作業能力が上がらないので、これは最初ちょっと覚えるしかありません。であとはとにかくインスペクターが大事。まあ、パワポとか、まあ、いられとかでも何でもそうなんですけど、こう目分量でこうやってドラッグしてサイズ決めたりすると変なサイズになったりするじゃないですか。で Unity の場合座標系とかこれ見ると X が 0.529790 とかになってて、数値の基本がそのフロートなんですよ。なので気持ちいい値には全然ならないです。なのでこういう細かい値はちゃんとこう実数でポチッと入れてやればきれいに設定できます。であとライトがないと暗いとか、これ最初にやると多分詰まるところなんで必ずライトを置いてあげてください。じゃあちょっとそこら辺、軽く裏でユニティ走ってるからすげえ PC が重い。固まった。さて固まってる気がしますねそうだね、ことが起きてしまいました。よいしょ、諦めるか再起動だ。いやこれですね、エクスポーゼも何も出てこないんです。どうしたの気するかな。ダメですね、少々お待ちください行けるか。まだ息してるこの子でもね、キーが反応しないんですよまね、電源器長押ししてる。じゃあスライドに盛り込まなかった話をしましょう。Unity なんですけど、Unity はまあ無料でも使えます。無料で使えるやつは、機能が一部制限されてて、例えばライトの設定がいくつか使えないものがあったりとか、します。あとはその拡張 の, そのまあパッケージみたいなのを導入するときに、まあ、DLL とか含んでるネイティブ系のパッケージみたいなものが使えないっていう制限があったりします。で昔はですね、有料版じゃないと iOS 向けのアプリケーションはビルドできないとかっていう制限があったんですけど、今はその制限はなくなりまして、無料版でも、モバイルアプリのビルドとかはできるようになりました。
まあ、なので、まあ、個人で勉強したいどころか、ちょっと趣味のアプリ作ったり、スマホ用になんかビルドしてみたいとかっていうぐらいだったらは、買わなくても大丈夫です。さてさて、立ち上がってきたはずです。はい、でユニティエディターの使い方ですね、先ほどもお話しましたが、上が、シーンビューというところですね、ゲームの中身がどんな風になっているのかというのを見るところで、こっちがプレビューです。で、シーンの方はこれ今マウスのホイールでこうやって回したりしてるんですけども、拡大縮小したりとか、あと、キーボードのキー使ってこう平行に動いたりとかですね、あとオルトキーを押しながらドラッグするとこう回転したりとかっていうこう 3D っぽい操作があって、これはちょっと最初は慣れるしかないんですけど、ただ慣れちゃえばあとは例えばここにあるやつをこうニュニュニュって動かすとこうプレビューとかで動いてるの分かりますよね。動いたりだとか、あとなんか増やしたいとか思ったらここでコピーして、コピーしたら増えたやつをこうやってスーッてまた別の位置に置いてあげたりとか、あとはなんか別のオブジェクトを新しく置きたいとかって思ったら、このプロジェクトの方からコピって落としてやると、あ、これめんどくせえやつだ。これですね、これさっきにクラッシュしたからですね、保存されたいんですよ。で、あ、そう、ユニティはですね、コントロール S してない悲劇超頻繁に起きます。こうハンズオンとかやっててもとにかくマミーセーブしましょうっていうことをすごく要求してきます。なんで、失いたくないものがあるときはしっかりセーブするといいと思います。OK、まあ、いいや、ちょっとこれはいいとして、まあ、でこの風に置いたりして、あとじゃあサイズ変更ですね。サイズ変えたいときは、このサイズ用のツールがあるので、このサイズ用のツールを使うとこうやってビヨーンってね、こうめっちゃ大きくしたりとかできますけど、たださっきも言ったんですけど、マウスでやるとこういうもう値が全然揃わないので、やはり、インスペクターから手入力して入れるのがおすすめ。で、並べたらもうプレイっていうのを押すと、もうその場で、おお、大丈夫かこれ、置いてね。で、こいつなんか落ちなかったじゃん。なんでっていうと、インスペクター見ると分かるんですけど、これだよね、今、さあさあ、こいつ。大きさがちった。これを見ると、ですね、このユーズグラビティっていう、重力つけるっていうフラグが外れてるから落ちなかったんですけど、これを入れてやると、こいつもこう、ポロポロンと落ちていくみたいな感じですね。そんな難しくないです。このインスペクターの動きは本当にプレゼンソフトみたいな動きをしています。で、じゃスライドに戻りますね。スライドに戻ります。なので、素材集めてくればですね、あとはそれをこう箱庭みたいにちょいちょいちょいと並べてやればいいわけですね。で、素材は、かなり豊富です。で、Unity はですね、モデリング機能ありません。なので、モデリング自体を別の環境でやる必要があります。まあ、有名なのはMaya とか Max とかってやつがありますけど、最近日本だと MMD っていうのがございましてですね、初音ミクを踊らせたりするソフトがですね、大変流行ってまして、 MMD 向けの素材を変換して使ったりすることもできます。あとはユニティちゃんっていうこの女の子のキャラクターが、日本向けのマーケティングの一環として作られて、これはもう自由に使っていいよと、ライセンス表示を別に商用利用してもいいみたいなのもあるので、なんか寂しいなと思ったらユニティちゃんダウンロードしてくれば眺めたり回したりできます。で、次、スクリプトですね。やっとプログラマーっぽいところに来ます。スクリプトなんですけど、スクリプトもですね、インスペクターから設定します。インスペクターのところで色を変えたりするのと同じような感覚で、スクリプトパスっていうふうにやると、
スクリプトを出す画面が出てきまして、でそこでですねこう JavaScript を使うか C シャープ使うかみたいなのが選べるんですね。でそうするとその足したスクリプトがこうやってあのインスペクターの一部として出てくるんですよ。なんで本当にも何ですかこう GUI のこうソフトで使う感覚でインスペクターから設定します。で作ったスクリプトは何やるかっていうと、すごい小さいスクリプトを書きます。で、何やるかっていうとそのスクリプトからそのコンポーネント別のそのインスペクターのコンポーネントに変更を加えるみたいな、まあ、ちょっとJavaScript でドムいじるみたいなイメージにちょっと似てるかもしれませんけど、例えば、このスクリプトが付いているオブジェクトにこのインスペクターの設定項目がいくつかあるんですけど、このトランスフォームっていうのが、さっきドラッグしていじったような位置とか向きとかサイズ情報が入ってるんですけど、そこに、値を代入してやれば、手でこうやってここになんか333って設定したのと同じことがスクリプトでできるんですね。まあ、なので、ループ使って大きくしたり小さくしたりとかっていうのを繰り返せばなんか大きくなったり小さくなったりとかするし、なんかなんだろうね、ダメージ食らったらだんだん小さくなっていくとかっていうのをしたかったらダメージ食らうたびになんか大きさをマイナス1していくとかってやればだんだん小さくなっていったりとかっていうふうに書くことができます。ですごくね直感的です。でこれもちょっと綱渡りですけどやってみたいと思います。ですねじゃあこの、赤いこのキューブにちょっとスクリプト1個出してみますね。ニュースクリプトってして、ニューボックスクリプトで、JS でクリエイト。で、こうするとこに今できました。で、できたらこれをダブルクリックすると、モノディベロップのエディターが開いてスクリプトの編集ができるようになります。ドキドキすんなこの重さ。あのユニティ系のイベントとか行くとですね、面白いのが Mac 使ってる人がちょっと減るんですよね。あのすっげえパワーのある Windows のノート PC とか使ってる人が多くて、 Mac の人も Air じゃないですね。 Air でやるもんじゃない、それは間違いないです。あのそれこそね、ちょっと考えちゃいまして、またちょっとタワー型 PC とか自作する時なのかとでも持ち歩けないしなみたいな、しかも上がってこないですねこれそんなにも思いは上がってないから多分大丈夫と思うんですけど、これモノディベロップ待ちなんですよ。また固まったかな、ダメかなこれは。まだ OS は生きてる。ユニティが怪しい。最終了。あ、本当なしって書いてますね。ですよね。そんな気がしてました。で、ちなみにこのこう立ち上げたりするとですね、こうこのプロジェクトの中に入っているこう素材を全部こうロードするっていう処理があってですね、これがまた重い、めちゃくちゃ重い。で、新しい素材をロードしたりするとですね、インポートするだけでね、こう PC の響きが響き合ったりすると10分かかったりとかするんですよ。なんで、忙しい時にインポートしてはいけないとかっていうのは結構あるある的にあります。で、今度こそ、スクリプトを、で、ほらさっきさ、設定したスクリプトなくなってるでしょ。これがですね、もうコントロール S しろっていうことなんですけど、本当にね、何かしたたびにやった方がいいんじゃないかみたいな。しかもね、なんかこうコントロール S したのに結局保存されてないみたいな。ショートカットキーじゃない方だとうまいことなんか保存できるとかって言ってる人がいました。意味ないじゃん。保存したことはどこかでわからないんですか。なんか何か消える、アスタが消えるとか。ああ、多分あると思うけどもね、基本的にはその常時裏でビルドが走ってるのが大きいんですよね。それがかなり影響してます。で、これがスクリプトです。で、このモノディベロップなんですけど、モノディベロップはこいつ保管死ぬほど強力です。もう TR とか打っただけでこう君ここで何ができるよと全部教えてくれるんですね。で今僕がやりたいのはトランスフォームの
スケールっていう、ローカルスケールの下にある、じゃあ Y 値を変えようかな、これをじゃあ、3にするとかっていうの。でこれコントロール S すると、あのモノディベロップのコントロール S は信用できますあのこれ本当にあの独立したエディターなのあのでなんか PHP もかなんか書いたりした人もいるらしいです。でそうすると、コントロール S したスクリプトがこちら側に渡ってきてコンパイルされてみたいな感じです。で今動かすんですね動かすとほらでかくなったでしょさっきまであのこれ動かす前エディター上の初期値はあのエディター側で設定している値なんで、まあ、見ての通りこいつ正方形じゃないですかちゃんと、なんだけどスクリプトの方で、Y3 ってやったから縦にこう3倍に引き伸ばされて、ああいう状態になったわけですね。であとは、同じような感じで、if で、インプットっていうクラスがあってですね、これ使うと、getキーとかっていうのを使うとキーボードの特定のキーが押されたかどうかっていうのが分かります。もう本当快適なんですよ、ほとんど打たなくてもね押してくれるん でスペースを押したらじゃあどうするかっていうと、リジットボディっていう物理演算のエンジンがあるんでこれにアドフォースで、力を加えます。で加えるときはベクターさんのアップのかけとかこれと上向きに10の力を加えるっていう意味ですね。誰に加えるんですか？こいつ。あの今このスクリプトは、この赤い箱にアタッチされていて、でこのオブジェクトにはこのリジットボディっていうのは重力をオンにするとかオフにするっていうこのオブジェクトがついてるんですね。トランスファームもこいつのプロパティについてるんですね。そうそうそう。だからこのこいつ自身が、まあ、いわゆるディスになっていて、でこのにある全てのこうコンポーネントがスクリプトから触れるんですよ。だから例えば、例えばこのエフェクトで、ハローっていうのがあってですね、これつけるとワッて光るって言うんですよっていうオブジェクトコンポーネントがあるんですけど、このハローにこれは3なんかサイズとかカラーとかっていうのがあるじゃん、これをスクリプトから触ってなんか条件を出すとブワッて光るとかっていう風にできるわけです。でこれで今スペースキーを押すと上向きに力がほらこう押すとこうふわーっと上がってきて、で離すと落ちてくるっていうふうな、なんでなんかジャンプさせたりとか球打ったりとかっていうのをこうやるんですね。であとなんかオブジェクトを出したり消したりしたいとかっていうんであれば、例えばデストロイとかっていうのがあって、デストロイっていうのを使うとまあ分かると思うんですけど消えるんですね、自分がデストロイとかすると動かしてデストロイすると消えない。 if の中に入れなかった、はい、ってるね、分かりました。ゲームオブジェクトって書かれてきて、これはちょっとイディオムもあるんですよ、これじゃないんだよね、こっちだったまあ、でも本当にイメージ的にはそのドム操作とか書いたらあの分かると思います。あのなんかドムでオブジェクト取ってこれのフォントサイズとか、 なんかですね、あ CSS で設定できるこれみたいなものをスクリプトからいじってとかやったことあると思うんですけど、それと同じような感覚でできて、でそのスクリプトからできる行為っていうのとそのインスペクターからできる行為っていうのはすごいもう完全にフェアなんですよ。それがすごくよくできてて、でしかもあのスライドにもこの後書いてあるんですけど、これがもう変態なんですけど、ここに例えばパブリックバー、ターゲットサイズ、これがねあのユニティ的な書き方でコロンって書いて型を書いてここになんか1とかね、 J スクリプトも同じ書き方ですね。まあ、あの要は JSX って呼ばれているようなあの JavaScript 的な何かっていうやつなんです。でフィールドをこうやって作ると何が起きるかっていうと、まあ、ディスのスコープが触れるようになるので、今こう3とかで定数書いちゃったんだけど、ディスのターゲットサイズとかっていう変数から取るとかっていうのを書けますと。で、なんとこういうふうにフィールドを作ると、このインスペクターの中に
ほら、これ出てくるんですよ、こうやって。なんでプログラマーの人がスクリプトでこうコンポーネントを作ってデザイナーとかに渡してあげると、もうそれをこうエディターでこうインスペクトからじゃあ別のにしようとかできるんですよ。すごい、ものすごいですよこれ。これの生産性の高さ半端なくて、例えば音鳴らしたいとかも結構全然できちゃって、例えばパブリックバーのサウンドとかってやって、オーディオソースっていうのがあるんですよ。これがその音声を流すっていうオブジェクトですね。で音声を流すオーディオソースっていうのをターゲットに取るっていうのをすると、こう音が受けられるんでしょ。そしたらここに音声ファイルペタッとアタッチしてやると、その音声ファイル自身がスクリプトの中から使ってプレイっていうのを叩くと鳴るとかね。でここほんとね、こんなにこう快適にライブラリ使えるってさ、なんかコンポーザーとかジェムとかでもありえなくて、なんでここに見えるのみたいなそういう戸惑いがあるんですけど、すごい快適ですこいつは。まあ、なので、結構ですね、ユニティのイベントとか行くと分かるんですけど、もともとそのフラッシュとかやってたとか、それこそ DTP やってたっていう人がユニティでその顧客に納品するそのスマートフォンのアプリとかを作ってるとかっていうんですよ。そのいわゆるムービーとコンテンツしかないようなやつ、もうだからもうパワポよりちょっと難しいぐらいの、ちょっとまあフラッシュの感覚に近いと思います。スクリプトは本当にちょっとだけでよくて、あとはまあエディターの操作だけで作り込んでいけるっていう風な状態になってるんですね。ステージにスクリプト貼れるんですか？ん？ステージにスクリプトって貼れるんですか？ステージそのものってことですか？ステージそのものに適用したいときは見えないオブジェクトを置いてそこにアタッチすることなんです。だから BGM とか、まあ、ただ、そういうってやりたいときは、必ずUnity の場合にカメラっていうのがいいんですよ。カメラが絶対いるはずなので、例えばオーディオリスナーっていう音を聞く機能っていうのはカメラにデフォルトでアタッチされているので、カメラ視点を基準にして音が鳴るようになっています。なので BGM 鳴らしたいとかっていう時もここにそのオーディオソースを貼って、つけてやるとカメラに付随して音が鳴るので、画面が見えている限りはずっと鳴るっていうふうになるわけですね。テトリスのロジックとかどこに書いてるんですか？カメラですか？テトリスのロジックは、ですね、見えないオブジェクトを置きました。テトリスのブロックを生成して下に落とす紙みたいなやつがしてたのでそこに書きました。なるほど。で、本当にいいです。で、物理演算も、まあ、さっきね、アドフォース、このアドフォースとか、もうメソッドがよくできてるんですよ。その力を加えるときも、そのワールド座標とローカル座標っていうのがあって、例えば、このザットがさ、倒れてるじゃん。倒れてる時にこの自分の脳天時方向に向かっていきたいのか、世界の天に向かっていきたいのかっていうのも、そのちゃんとメソッドが分かれていて、分けられるようになってるんですね。で、回したりとか大きくしたりとか、必要なものが全部揃ってます。で、そしてアセット、ちょっとだいぶトラブルが大きくて、時間食っちゃったんで、ちょっと駆け足になってますが、アセット。で、アセットストアってのがあります。これもUnityが他のプラットフォームにも優れてるって言われてる特徴で、いわゆるライブラリーとか、テクスチャーとか 3D モデルとか、そのエディター上で扱えるありとあらゆるものがこのアセットストアっていうところで公開できるようになってるんですよ。で、しかもそのライセンシングシステムとか課金システムもあるので、アセットで一発当てることも可能なわけですね。で、実際ちょっとじゃあアセットストアの、ウェブサイトちょっと見てみると、これもね、多分ね、ビジネスチャンスあると思いますよ。というのも、例えばね、ここで寿司とか検索するわけですよ。そうすると、まあ、寿司の 3D モデルっていうのが出てくるわけなんですけど、だいぶ時間かかっちゃいましたね。これがね、もうほとんどない。ほとんどなくて、まあ、なおかつ、こう、これが10ドルです、みたいな。でも、これがもうちょいちゃんとした、こうやつとか作ったりしたら、海外の人とかも使うかもしれないし、日本のクリエイターとかも使うかもしれません。同じような感じで、ちょっとラーメンがね、ちょっと許せなかったこれとかさ何が江戸やねんみたいなちゃんとしたね、なんか和風のアセットとか、テクスチャーとかないので、多分この分野はなんかアイストックフォトみたいになんか写真を撮ってる人とかいると思うんですけど、そういう感じで売ります。で、しかもさっき見せたように、
ここに例えばこのオブジェクトにこれをつけるといい感じで音が鳴るよとか、そういう機能も売られてるんですね。なのであのフレームワークとかライブラリーを有償で売るって PHP とか Ruby とかではなかなか難しいと思うんですけど、あの Unity のそのエコシステムではフレームワークを売るっていうのもすごい定着してるんですね。で例えばこれ極もの系ですけど、 Excel でゲームのセリフを書くとアドベンチャーゲームが作れるっていうアセットで、これ入れればあの画像とか用意して Excel に全部バーって書いて読み込ませるとこうなってスマートフォンでも動くみたいな、すごい大パーツが作られててでちゃんとそのライセンスの仕組みとかついてて、まあ、PHP とか Ruby とかでライブラリー作ってなんかすげえこと起こりますみたいなのできると思うんですけど、それがそのエディターの機能にきれいに統合されるとか課金できるとかっていう仕組みはないじゃないですか。だからそれがねできてるのですごいこう発展が早いですね。でさらに、デバイス系の対応もすごく早くて、そのいわゆるそのドライバーみたいなものを追加するっていうこともできるので、例えばそのさっきのですね不安定な状況で僕はすげえ不安なんですけど、まあ、今日は さっき触ってた人もいると思いますが、このリープモーションっていうこいつを刺してやると、もう僕自身ほとんどスクリプト書いてるんですけど、これも書くだけでこう手が出てきてこうつまんだりとかね、叩いてみたりとかっていうことがこうできます。でしかも今これ今日リープしか持ってきないんですけど、あのオキュラスリフトっていう 3D のメガネとかをあ のドライバー入れるとさらにこれが 3D に見えるようになったりとか、あとはなんだキネクトとかね、キネクト使ってその自分のポーズを 3D モデルに反映するとかっていうこともあのできるんですよ。あとなんかもうすごくこの分野もまた発展があの尋常じゃなくてですね、なんか超音波出す装置とつないであの超音波をこう照射してなんかピンポン玉を空に浮かせるとかもうね本当魔法みたいなことがあのUnityの世界ではよく起きてるんですね。でしかもそれがあのほとんど手を動かさなくてもできるようになってるということですね。で何から始めたらいいのってことなんですけど、まあ、始めるときはとりあえずドットインストールですねドットインストールにあるこのUnity入門が結構よくできてて、僕も最初これやりましたので、まずこれをやるといいと思います。あとはあのブロック崩しを作るチュートリアルとかっていうのがあってですね、これやるとですねゲームポンの作り方がまあ体験できると思います。まあ、ということで、ちょっと手際が悪くて大変時間取ってしまって申し訳なかったんですが、まあ、ウェブプログラマーにとってはその難しくないです。本当にあのブラウザその特になんか jQuery とか素の JavaScript を使ってなんかフォントサイズでっかくしたことがある人だったら多分もう書けるはずです。あのでしかもそれがすぐ動くものができて、まあ、日曜大工に最適と、あのなんか最近こうそういう人多いみたいですけど、まあ、であとはやっぱりインスピレーションとしてそのコンポーネントとかの完成度がすごく高いので、あのこういったところはなんかちょっとフィードバックできればいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ちょっとだいぶ時間過ぎちゃいましたけど、以上にしたいと思います。ありがとうございました。じゃあそしたら引き続き瀬川さんお願いします。派手なやつの後でなんか割と地味なやつが出てくるんでちょっとあれですけど、ご紹介なんですけども、長谷川と申します。でですね、デジタルサーカス株式会社というところで、副団長 CTO という役をもらってですね、活動しております。去年までですね、あの取締役って会だったんですけども、社長がですね、団長を名乗り始めまして、そのプレッシャーに負けてですね、今年からちょっと名刺にも副団長ってするようになってですね、やだなと思いつつもやってみたらちょっと面白いっていうですね、なんであの副団長やっております。
で会社的にはですね、なんかその新しい技術を、その自分で試してで、その業務に持ち込むみたいなそういうことをやっていまして、会社がですね今は、ウェブのシステム開発とあとスマホアプリ開発をやっていまして、ウェブやってた頃に、PHP、まあ、10年ぐらい前ですけども PHP を持ち込んでみたりあとまあケイクを自分で使って持ち込んでみたり、まあ、Facebook アプリ持ち込んでみたりで大体ですね持ち込んで自分で使ってこなれてきた頃に持ち込んでで、なんとなく定着するともうお前はそれやるなと言われるというようなになっていてですね最後のにですねイダチの最後っぺみたいな感じでですね本を書くというフローをですねここ何年かは、やっております。で最近ですとですね、この2冊書いていまして最近ってもこれしかないんですけど、Facebook アプリの、入門書とかあとは CakePHP の、これはどちらかというとリファレンス的なものを、作ったり、しています。で、趣味はですねもちろんプログラム開発は趣味なんですけども、その他にですね、カートレースやってみたりですね、電子工作やってみたりしています。ちょっと最近カートにはまりすぎてですね軒並みアイコンがカート絡みのアイコンになってしまいました。はい、そんななんですけども、今ちょっとその話したデジタルサーカスがですね、99年頃からやってまして、こんなことがですね、本のこう裏とかには書いてあってですね団員募集中ですというところが赤くしろとですね今日団長に言われてきたので赤くなってます。でさっきもあったですね動的ウェブサイトの、開発とかあとスマホアプリの開発やっています。でメインは受託開発なんですけれども、少し、自社サービスもやっていまして今日はですねその自社サービスの一つが、PHP でできているのでそれのですねご紹介しようかなと思ってます。で、スマホで言うとですね最近もアプリ開発を見ておりまして、割と国内では iPhone3G 出てちょっとぐらいの頃からやっていたので、まあ、結構そこそこですね、ダウンロード数の多いアプリやらせていただいてまして、こんなところを、やっております。で、今日の話はですねやっぱスマホつながりでして、アプリビルダーというですねサービス我々で やってましてこれはですねキャッチフレーズとしては、ウェブブラウザで iPhone アプリを作ろうというものでして、ですねユーザーはですねウェブでできている、CMS から、いろいろその情報を入力したり画像をアップロードしたりしたりしてでですねApp Store に iPhone アプリの、そのビューアーがあるのでこうウェブでこうこちこち入力してビューアーでこうその見た目を確認しウェブでこちこちやってビューアーでこう確認してで申請するとで、システムとしては、入力された情報をもとに、アプリをビルドしてで Apple に申請するとそんなことをやっています。で、まあ、画面こんな画面でしてまあ、右上の方からですね、登録したりして、ログインしてで、右下にあるちっちゃいやつはですね、会員がログインユーザーがそのログインしてアプリが公開された後のイメージで今そのアプリが1個公開されていてなんかダウンロード数がこうなんかグラフになってるみたいな、まあ、そんなよくある、ユーザー作成コンテンツ的な、ものことやっています。で仕組みとしてはですねあらかじめ、ですね、一からそのアプリを作るというのではなくて、あらかじめその用意されたいくつかの機能があってでそれを組み合わせてアプリを作ってくださいと iPhone アプリって皆さんご存知だと思うんですけどもよくあるタイプだとこう下にタブバーがついていてその中にこう機能がなんかいろいろ入っているとでその機能は一個一個をもう既にできているものから、選んでくださいとそういうような仕組みに、しています。でですね、それで作られたアプリをちょっといくつかお見せします。結構ですね無料でやってるので小規模なその、飲食店とかそういった方が結構使ってくださっていてですね、ですね、これですね、なんか居酒屋さんでですね、なんかコイコイっていうところらしいんですけれども、ここはですね、使っているモジュール5個あって、お知らせと、メニューとクーポン、リンク、マップってあってですね、メニューなんかだとこんな風に出ていいですね。
これなんか選ぶとあの画像とか出てきたりするんですけども、この画像が、その、利用者の方がウェブからアップロードしたやつで、この八海山の梅酒もそのこちこち入力したやつですと。で、まあ、よくありがちなあのツイッターでシェアする機能がついてたり、まあ、LINE でシェアする機能がついてたりすると。で、あのこの機能現状で言うと、このメニューの見た目はこのまま変わらないですと。で、この詳細画面の項目数はいろいろ変わるんですけども、大きな見た目は変わらないですと。まあ、そういうレベルでカスタマイズをして、みんなアプリを作ってくださいと。そういうようなサービスやってます。で、無料で誰でも使えるようにしていて、我々としてはこの下に出てる、アドモブでなんとかしてやろうとなってないんですけども、するというですね、モデルになってます。ですね、システムとしてはですね、こんなふうになっていて、さっきもお話したんですけども、なんだ、ウェブ側と基本的にはそのアプリ側になっていると。で、ウェブ側の方は、もういわゆるランプ、Linux と、Apache、MySQL、PHP みたいな仕組みで作られていて、これは Cake です。で、Cake でできているのが、管理画面と API と CMS。まあ、この CMS っていうのが一般のユーザーさんがそのサインアップしたり、データ入力したりする部分と。で、そのデータ入力をしたものを、外に出す部分が、まあ、API のところで、で、この API は、この下にあるアプリと会話をしてます。これも普通の REST の、API にしてます。で、アプリの方はですね、個別アプリとビューアーっていうのになってまして、ビューアーはもう全員が共通で使うアプリで、今もうApp Store で公開されてるんですけども、ビューアーをこうダウンロードしてあげると。で、アプリビルダーにサインアップすると。で、アプリビルダーにサインアップした ID、パスワードでそのビューアーにログインしてやると、今その入力したものがこう反映されてくると。なので、みんなユーザーさんはですね、 CMS にデータを入れて API 経由で、ビューアーに渡しながら自分のアプリを作っていくと。で、満足いったら、じゃあこれでアプリに申請しますって申請ボタンをピッと押しますと。で、そうすると、管理画面の方にその、申請がありましたと出てくると。で、基本的にその申請あったらそのまま流してもいいんですけども、今ですね、Apple のアカウント、 Apple ってアプリを公開するときに必ず審査があるんですけども、そのアカウントをですね、我々のアカウントでやっているので、あんまりエグいもの出されてしまうとちょっと我々のアカウントが危ないなということでやっぱその事前に我々も審査をしようということで、管理画面からです、審査をしたりしてですね、で OK となったら、Apple に申請をしています。で、その時にですね、今ご説明していない個別アプリとかあるんですけど、これはですね、基本的にはこうビューアと同じバイナリーなんですけれども、そのどのアプリかを指す情報っていうのだけがこう差し込まれた状態になっていて、そういうバイナリーをですね、自動ビルとして、自動ビルドされたバイナリーで Apple 申請をかけると。そんなことをやっています。で、自動ビルドもですね、PHP を、使っておりまして、ただビルドはですね、Mac 上で動く、X コードでビルドをしなければいけないので、その関係もあってですね、Mac で、PHP を使って、ビルドをすると。まあ、この PHP を使う部分は別に PHP じゃなくてもいいんですけれども、なんでこれ PHP 使ってるかというと、多分ここにいる皆さんが、思っている理由と同じ理由で、単にやりやすいからと、スクリプトとして使っていると。そういうようなことをしています。ここもちょっとテクニカルなんですけども、今日はちょっと左上の方をね、メインにお話をするつもりです。で、サーバー側のプログラムはですね、CakePHP でできてまして、何年か前にですね、受託開発アプリを作っていて、大体アプリ同じだなと。ということは、世の中のアプリって大体これでいいんじゃないのということで、思い立ってですね、ゴールデンウィーク10日ぐらい休みがあったので、ちょっと前半5日で、CMS 作って、後半5日で、アプリを作って、で、サービスインというふうにしましたと。そんなふうにことをやっていました。で、まあ、なんで PHP を使ったのっていうところなんですけども、まあ、単純に PHP が一番好きだったからと、その時たまたま手に馴染んでたと、まあ、で、CakePHP も好きだったというぐらいの、レベル感です。で、まあ、あえてその、結局これって何で書いてもあんまり変わんないと思うんですけど、あえて何が良かったって言うとするとですね、
あの最初に作った機能、これカタログっていうのがあの要は商品紹介だって、マップっていうのはですね店舗紹介で、イメージっていうのはその写真の羅列なんですけども、まあ、大体ですねどれもその例えばカタログはそのさっきのお酒の写真あったんですけども、画像を一個一個持ってると。で、これマップは店舗なんですけども、店舗も画像を一個一個持ってると。イメージは飛び出して画像を持ってると。画像に紐づくメタデータがいくつかずつあるということで、基本的にその、一覧とか詳細とか編集とかそんな画面作るときに基本的に全部同じですと。そうしたときにあの PHP の、リフレクションがすごい便利で、なんかもう機能を、ね、追加するときにも、また一からその、編集画面書くとかそういうことなく作れたので、あ、これは便利だなというふうには、思ってます。ただまあ別に PHP じゃなくても良かったとは思うんですけども、はい、そんなふうに思ってます。で、CakePHP としてはですね、当初 CakePHP1.2 というですね、バージョンを使っていました。で、この前のバージョンがですね、ビューがですね、CTP じゃなくて THTML っていう名前になってまして、それから CTP になった初めてのバージョンと。これ Cake 使ってる方は、おお、あそこら辺かって思うと思うんですけど、そんな、バージョンです。で、去年のですね、2月ぐらいにですね、ケークの勉強会で、市川さんという方のですね、発表を見て、この発表がですね、ケークにはマイグレーションシェルっていう、一括で変換できるやつがあるから、使うといいよみたいなお話だったんです。お、やるかなということで、1.2 からですね、2.3 までマイグレートしました。で、これですね、ケークにもともとついているマイグレートシェルをガンって走らせると、フォルダ構成の違いとかは結構吸収してくれて、結構ケークの1と2って、そのフォルダの大文字小文字が違うとかネーミングルールが違うとか結構あるんですけども、そこら辺は吸収してくれました。ただやっぱり、ダメなところはあって、まあ、一括置換で何とかするとか、あとまあ手で修正するとか、まあまあ結構ありました。で、中でもですね、これケーク1.2 がですね、自分あんまりまだちゃんと使えてない頃に作っていて、オースコンポーネント周りにですね、これログインあたりをこう処理するコンポーネントなんですけども、この周りでですね、自分の書き方が悪かったところあり、あと、まあ、オースコンポーネントが当初あんまりまだこなれてなかったっていうのもありで、大変な目に遭いまして、 3.0 はどうしようかなと。今知ってる情報だと、まあ、この間安藤さんとかも発表されてたんですけども、1.2 から 2.3 レベルじゃない変更が加えられるので、さすがに無理じゃないかなと思ってます。ちょっとまだ回を出してない状態ですけども、そんな状態です。で、まあ、そんな風にして作ってる、サービスなんですけども、最近のトピックとしてはですね、機能をこう増やし、いろいろ増やしてきていてですね、まあ、なんかツイッター出したり、なんかクーポン出せるようにしてみたりいろいろしたんですけども、新しい機能として小機能っていうのをリリースしまして、これですね、今までその画面は一切基本的には触れなかったんです、変更できなかったんですけども、それをある程度変更できるようにした、モジュールなんですね。で、何で思い立ったかというと、まあ、仕事柄今その iOS のネイティブアプリ作ってるので、ランキング iTunes のランキングを結構見るんですね。で、そうすると大体いつの時点も、100位までの間になんか10個ぐらい脱出ゲームが入ってて、もうみんな脱出ゲーム作りたすぎだなと思って、 でもあれってそのネイティブなんで、毎回一から作るんですよね。別の人が作ればシリーズ展開してた人はいるんですけれども、もうそういう人たちのためにこれあったらいいんじゃないのと。で、そうすると脱出ゲームみんな大好き、作りたいけどプログラムができないっていう人が、プログラム書けないけども絵は描ける、そういう人が作れたらいいなというふうに思ってですね、こうね、機能を作ってみたんですね。で、まあ、結構ちょっと後で説明するんですけども、機能としては面倒くさい機能なので、これどう使うか分かんないだろうから、一個とりあえずサンプル作ろうということで、うちのですね、サマーインターンで来た学生の子にですね、ちょっとこれ使って脱出ゲーム作ってよと。で、彼はその、無料のですね、背景素材とかを使って、まあ、結構彼凝り性でちゃんと割と作ったんですけども、脱出ゲームを作ってですね、それをアップストアにリリースしたら、なんかすごいことが起きてですね、長年やってたところがですね、左側の青い線なんですけども、もう観測不可能なぐらいのところからですね、一気にガッって上がってですね、これちょっと左は切れちゃったんですけども、ですね、左の方は50ぐらいなんですね、1日、サービス全体で。それがですね、なんか1万ぐらいまで上がって、
ゲームすげえと、無料ゲームすげえと。でさらにあの狙い場所がたまたまちょっとクリティカルヒットしたらしくって、あの脱出ゲームって世の中に愛好家が結構いて、あの脱出ゲーム専門 の, なんかその攻略サイトみたいのがあって、あのアップストアにリリースされるとアプリ全部見ていて、脱出ゲームだったらこう解き方を全部書くみたいなそういうウェブメディアがどうやらあるようで、ぐらい の, その市場があったというかっていうのがあって、こりゃすげーって思ってたらですね、あの右の方のですね、あのテンション下がるこういうカードが出てきてですね、あのみんながこう作り続けてくれるとこれがキープできて、この、サービスで食えるなというふうに、まあ、思ったぐらいの、そんなですね、ちょっと面白いことがあってですね、はい、でした。で、あの小機能ですね、こんなふうにですね、あの画像、これあの CMS の画面の一部なんですけども、画像をですね、こうビビッとアップロードしてもらって、でこれそれぞれをシーンとして、でそのシーンの中にですね、あのタップできるエリアをですね、さっきのシーンがスマホの画面で1枚こうペロッと出てくるんですね。で、どこをタップできるっていうのをこうウェブの画面上でピッピッてこう指定してやって、でそこをタップした時に、何が起きるみたいなことを設定してあげると、でここで言う と,、このジャンプっていうところ、この赤い線が入ってるやつですけども、これのですね領域があの XYXY みたいになっていて、左の画面だとこ の, あの女性のこうこんななってるところなんですけどね、ここにをタップできるようにすると、でタップされた時にこんなことをしますということで、ここで言うとですね、テキスト表示で、ジャンプ出してあげて、でさらに、シーン移動で2っていう名前が書いてあるシーンに移動すると。ただしこれは、実はこれ中にですね変数を持っていて、変数が、変数1という名前の変数が1と等しい場合は、ジャンプするというふうに、作ると。でこれをですねうまく使うと、脱出ゲームで、ここら辺なんかこうあのそこら辺タップしたら、テキストでこう鍵を入手したって表示してあげて、で、変数フラグをこうピッと出てあげて、でどっか扉のところ行った時に扉のところにタップするところがあって、それをピッとタップしたら、その変数の状態をチェックして、フラグが立ってなければ何もしないし、フラグが立っていれば新移動してあげるというふうにしてですね、あのもう脱出ゲームのために作られたようなそんなあの仕様になっています。でここですねアクションのところをピッて開くと、あのサウンドを鳴らすとか、テキストを表示するとか、あの変数の状態を変えるとか、そんなことができるようになっています。でですね、これがその、App Store その100位ぐらいまで見ると大体まあなんか5個か10個か入ってるんじゃないみたいな脱出ゲームだったんですけども、まあ、今後の展望としてですね、実はもう1個常にその100位の中に何個か入っているアプリがありまして、それがですね、あのカメラ機能なんですね。あのですね、こう写真撮ってフレームはめてなんかペタペタ押して、でこう線とか書いて Facebook にシェアして終わりみたいな、そういうのもですねなんだかんだで結構あると、なんかいろんなものとコラボして結構みんな作ってると。なんでこんなものをですねあのリリースしてやってですね、あのサービスやっていこうと思ってます。でまああのこれも含めてなんですけども、今はその画面なかなかこうカスタマイズができなかったりするんですけども、だんだんカスタマイズできるようにしてですね、App Store のランキング100位以内にうちのアプリが20個入ってたらいいなというふうに思ってやっています。はい、そんなサービスやっていますというお話でした。ちょっと後半あのあんま PHP じゃなかったんですけども、そんな形で、はい、今日の発表は以上です。ちょっと一気に喋っちゃったんですけど、あの質問などあれば、コメントなどあれば、あとあの電子工作の話とかもいいですけども、後であの個人的にぜひやりましょう。いいですか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあそしたら、まあ、この後も、まあ、匂いがしてるんで分かると思うんですけど、あのピザが来てるので、まあ、ちょっと懇親会という感じで、少しして、その後に、LT をやりたいと思います。で、ですね、椅子をですね、まあ、四角い最終的に6個1セットでまとめるんですけど、まあ、ちょっとテーブルの周りが空いてないと食べづらいので、まあ、半分ぐらいをちょっと椅子をですね片してスペースを作っていただければと思います。あとその他手が空いてる方はちょっとテーブルの上にうまいことピザを広げたりとか、ちょっとお手伝いいただければと思います。